米大リーグブレーブス、ドジャース、16日、米ジョージア州アトランタトゥルイストパーク、動画、大谷翔平、第1打席は見逃し三振で苦笑いドジャース大谷翔平投手、30、が16日、日本時間17日、山本義信投手、26、が先発する敵地、ブレーブス戦に1番、指名打者でスタメン出場し、初回戦闘の1打席目は、フルカウントから見逃し三振に倒れた。 内角低めの際どいコースの判定に苦笑いだった。ブルワーズの先発はマックス・フリード投手、30。19年に自己最多17勝を挙げるなど、2桁勝利を3度挙げている高左腕で、今季も試合前の時点で9勝9敗、防御率3、46の成績を残している。今年5月5日、同6日に対戦した際には、1打席目にカーブを捉えてツーランを放つなど、 3打数3安打。左腕ながら右打者の被打率2割一部に対して、左打者には3割3分一輪と苦手にしていた。前日の15日、同16日は、3打席目から2打席連続の適時2塁打を放って、3試合 &12 打席ぶりの安打をマーク。一人で試合を2対2の振り出しに戻すと、同点の9回2試3塁では申告敬遠で出塁し、 4打数2安打2打点でチームの逆転勝ちに大きく貢献した。だが3試合連続で本塁打と盗塁はマークされておらず、残り13試合で50から50を達成できるかに注目が集まっている。